はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルジョビットアーを始めていきたいと思います。今回は9位の高知シマントスですね。一周間が空いておりますので、練習試合を行いたいと思います。というか練習試合か、いや、やめとこうかな。なぜなら選手データ見てください。結構疲れが溜まってる上にヒラリーが怪我してますからね。もちろん前も結構主流の選手ですからね。ここで負荷をかけるわけにはいきません。翌週に行きます。はい、これでですね、ヒラリーがね、8週休みということで、2週経過して6週というのがちょっと痛いですが、安くていい女性選手はいないかな。わずわずイリアス、イケメンですね。女性選手が最近いないな。試合に出したかったんですね。ちょっと厳しいかな。しっかり取っていきましょう。サチコがいい選手ですよね。むしろミュに比べても上げてもいいかもしれない。マドカが結構いい、このナナコもいい選手ですよね。さて、緑クルミは変わりません。どうしますか。あんまり強くないのかな。ヒアリーニをマークして、キャリーに自分で飛び込んでいく可能性ありますからね。勝率は圧倒的ですよね。そりゃそうだ。まあ勝つことが要求されます。高知四万十戦キックオフです。だんだん座ってきましたからね。さあ、ここは彩香がこんなにもう上がってるんだ。ディフェンダーなのに上がってるってすごいですよね。押し切り彩香が、くるみがどこだ、さつきだ、さつき直接シュート、ぐーっとバーに嫌われた。くるみが抜けてシュート、先取点。そしてゴールスタートです。本当ですね、1点欲しいですよね。まあ当然だろう。シュート決めります。あっさりです。ちょっと気をつけろよ、これは。と、彩香が防ぎました。な、7個速いですね。とにかく7個。スピードだったのが抜群ですよね。この、左から2番目の A が総力でしょうか。さあ、与那美、気をつけろ。彩香、ナイスブロック。さあ、さつきが、ゆっくり。上がっていってセンタリングで、ここにくるみが待っていたが。
またバーに嫌われました。またバーか。突き放し、早めに突き放したいとこではあるんですが、これですよね。あ、なんで出しちゃったんだ。さあ、早くもコーチシマントス動いてまいりました。わ、ちょっとこれは危ない。おー、キーパー自身からもう外に出しに行きましたよね。スルーパス、これはうまい。ワンツー、まどか、くるみが2点目決めた。鮮やか。お見事です。ここですよね。ここでさつきがこう出していって、まどかの斜めパス、くるみが鮮やかに決めました。2対0です。です。さつき、おっと、ここはゆうな決めてほしいが、これはうまくいかない。ゆうな決定力欲しいですよね。前半これで終了です。2対0、大きく引き離した。さあ、ミオをまず交代させましょう。これで後半です。シマントスを攻めの体勢を取ってきました。うまい、さつき。さあ、ユーナ、右に添えてしまった。走力はまだまだ足りないですよね、ユーナは。あ、でも走力 B なんだ。さあ、ここは気をつけないといけない。新田、夏希がもう出てました。これは後半だ。おっと、気をつけろ。くるみが自身に拾ってきましたね。さあ、どうだ、ミオだ。コーナーキックになります。ナートがセンタリング上げたが、ここに待っていたのがマナミ。やっとファールです。おい、サツキがちょっと疲れてるので、これクルミクラリスに変えていきましょう。これ交代枠使い切った。いや、どうやったっけ。まだ一人残ってます。おっと、ユーナ、なん、決めてくれユーナ。ですよね、ユーナに。ミオ、ナイス。さあ、残り20分、ゴール前。どうしたものか。カナとかセツコとか、可能じゃないととか、可能性のある選手にかけてみたいですよね。これで交代枠使い切りです。このみ、ユーナだ。さあ、ミオどうする。自分でセットはいけません。つなぎが大事です。ナナコが拾いまして、マドカ縦パス、ネックはミオだ。ミオが縦に決めて、ユーナ決まった。ユーナが3点目。ここが違うぞ。ミオがセンタリングで上げて、ここをユーナが飛び込んできた。ユーナが決めたことが大きいですね。さあ、パワープレイ出ますが、もう3点差だ。今更パワープレイ出たってね。
さあロペス気をつけろ。まあ、これはナツキが反応します。さあ朝日奈乗り越えてみようが、センタリングのクルミ、キーパーが近くにいた。ジャネット、ジャネット自身で行こうとする。ミオ3位、これはコーナーキックになります。ほぼ最後の攻撃でしょうね。これは4点に切れてほしい。マーロット残念。ここで試合終了です。佐々木良いスタート切りました。サツキがこれ跳ね抜けたとこ、クルミが拾って抜け、守備陣を抜けてシュートをしっかり決めました。選手点、選手点大きいですよね。ここでバーンに嫌われたかと思ったんですが、クルミがバーンに切られることが前半多かったです。これも惜しかった。さ、あんまり危なげないシーンなかったですよね、今回は。ここが一番危なかったかも。前半37分、これですよ。マドッカワンツー見事、そして待っていたクルミがシュート。早く反応しますよね、こういうところは。渡してチャンスだったんですが、シュートが続きます。ユーナが再三決めようと絡んでですが、なかなかゴールに入らない。ここもですね、後半27分、外れてしまう。再三チャンスを作りますね。これは無理だった。そして後半35分ですよ。ミオが上げて飛び込んできたら、なんとユーナ、ユーナがこのヘディング見事でした。ミオがこれが最後の攻撃になりまして、試合終了です。15本もシュートを打って枠内が8本です。相手は1本だけですね。ほぼ一方的な、ボール支配率はやや上回っただけですが、ほぼ一方的な試合になったと思います。これで4位キープ、5勝3敗ですね。勝ち点は16。やっぱり3球は強いですが、それに続く成績ということになります。ゴロゴ、クルミが7本ですね。今季初かな、ユーナ。そうですね、ユーナは。アシスト見てみましょう。アシスト2本がヒラリー、ミオ、マドカ、1本がサチコ、ナナコ、クルミです。そうですね。はい、というわけで、ヒップバーン、ヒップバーンってオードリー・ヒップバーンだと思った。なかなか女子選手は出てきませんが、50万、 CC とかいいですからね。くるみがまた疲労してますよ。ひとまず勝つことができました。次はエルダード欧州、くるみがいない中で、まあとはいえ、くれましたからね。エリカ
ともどもだんだん力をつけてきたのではないかなと思います。今後も楽しみにしましょう。はい、ぜひぜひチャンネル登録、高評価でお助けください。よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら、見ていただければ嬉しく思います。はい、では、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。